あれ？愛さん。そんなに怖がらなくてもいい。先生、今日は手伝わないから。え？あ、そうか。うん、なるほど。そうだ、コーヒーを沸かしてた。君もどうぞ。唇をやけどしないように少しフーフーしてください。そうです。どうかな。そうでもないでしょ。前はこうしてコーヒーを飲むたびに家からコーヒーメーカーを持ってこなくちゃと思ったけど、どういうわけか朝起きるときれいさっぱり忘れてる。だからもう諦めました。そう、